美女の方って、はい、やっぱり一件ぐらいは芸能人の電話番号知ってるんじゃないかということで、あ、誰かの電話番号知らないですか？あの、一応ピー入れます。ちゃんと入れます。はい、うわー、誰かいます、この人知ってる、いなければいないと思いますよ。ほう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 、あ、あかんですね。ちょっと教えてもらっていいですか？それだけ、はい、こんな綺麗でも一人なんですね。すごい美人な方見つけました。はい、今日一じゃないでしょうか。ありがとうございます。新幹線のホームで別れ際にキスしてるカップル大体ブス、よろしくお願いします。っ言っていいですか、ちょっとヒルズの前で撮影するんだってめっちゃ怒られてんけど、全然わけわからんガードマンに。でしかもそいつが言ったのがやばいね、はい、ヒルズの前はうちの土地じゃないですけど、はい、とりあえずやめてくれと、はいはい、向こう側やったら勝手にやってくれって言われたんですよ。どういうことなんそれ。ほんま俺二度とヒルズで買いますって。俺ドンキホーテでしか物買わないんでっていうか、まあ、それよろしくお願いしますね。二度とヒルズ行けへんから俺マジで。ということで今日なんですけど、ちょっとここ渋谷じゃないんですよ、いつも通りの渋谷じゃなくて。おじさんのヒルズの理由がタイトルもあるんですけど、はい、美女ってまあいるじゃないですか。美女います。日本にも 2% ぐらいいるじゃないですか。ごくごくわずかの 2%、まあ、ほとんど金持ちとか僕ら界隈で舐めてるんですけど、美女の方ってやっぱり一件ぐらいは芸能人の電話番号知ってるんじゃないかということで、あ、これまた水曜日のダウンタウンさんのネタのパクリなんですよ。毎回パクってるんですけど今回パクっていきます。おもろいと思ったらパクリっすか。またうまいもんやっぱうまいから食べていこう、真似していこうということで。まあまあまあ、いいですね。で渋谷はなかなか美女いないんですよ。渋谷ってもうギャルみたいなしかいないんで。そんなことないと思う。いや、ギャルってイメージってこう黒いイメージじゃないですか。黒いイメージ、はい、今って白ギャルっていうのはいて存在してて。ああ、ももさんとかそうですか。そうだからもう、まあ、ももさんって出されるとディスりにくいんだけど、まあ要はギャルみたいなもんしかおらんから、渋谷じゃないと、渋谷に美人いないんで、やっぱ表参道かなと思ったんで、今日はちょっと表参道で美人の人にインタビューしていきたいです。あ、でも気になりますね、確かに。でしょ、はい、だから通りがかりの人、大体確率的に言ってもやっぱりほとんど綺麗なんで。ああ、そうですね。そうです、で聞いていって、でも一人でもあったら、もうそれ普通に、まあ P ですけど。ああ、そうですね、出せないですよね。電話番号だけ僕聞いとこうかなって。いやらしい。個人情報だけ聞いていこうかなってことですけど。はい、いいですか。まあまあそうですね。でもあの表参道ヒルズの前撮影全部あかんって言われたから、はいはい、こっから動かれへんねんけど俺。まあまあでもご迷惑かかるんで、まあまあいいです。うん、どうしようかな、ほんまに。まあ、反対側行きますか。そうですね、まあいらっしゃると思います。オッケーです、オッケーです。もう結構見渡す限り結構美人が多いですからね、ほんまに。集まって、ちょっと今話盛りましたけど。いや、もう来ない。多いですか。多いです。向かいなんかもシャネルとかありますし、はいはい、ディオールとかありますから、はい、やっぱ綺麗な人は多いと思いますよ、はい、ちょっとシャネル前なんか行きますかね。そうですね、はい、はい、ということで一人目なんですけど、はい、いいですか。めっちゃ綺麗なんですけど、ちょっとモザイクじゃないとダメということで。あれ、ラオさん、あの、はい、場所表参道じゃないですけど。あ、あの表参道大嫌い。あの、さっき表参道ヒルズ行ったんですけど、ちょっといろいろあってもう二度と行かないんです。僕はあの地区全部行かないです。はい、ということで今日渋谷に戻ってきました、はいはい、やっぱり渋谷の方が俺は好きで行ったり来たりしてたんで、今日なんですけどちょっと企画で、美人なら有名人の電話番号を1件ぐらい知ってるんじゃないかっていう説なんですけど、一応ピン入れて今モザイクかかってるんで、もし誰か何かあれば僕らだけがリアクションするだけなんですけど、何か言ってもらってもいいですか。あ、もう今、はいはい。え、聞こえます、聞こえます。え、いや聞こえたらマジで、だから。え、趣旨分かってる。あ、有名人ですよ、すごい有名人ですね、はい、大物ですよね。そうです。それはちなみにどうやって知り合ったんですか、言える範囲で。そうですね、自分の、はい、バイトしてた社長が知り合いで仲良く。ああ、なるほど。はい、うわ、結構な大物っすよ。え、ちょっと聞こえなかったっすよ。ま、まるまる P ですよ。まるまるピース。まるまるピース。別に字とかじゃなくて、まるまるピースじゃないと。イニシャル、イニシャルもダメですか。いやー、事務所に怒られちゃいますね。そんで完全に、はい。はい。タレント同士、こうなっちゃいますね。はい、すごいですね。今は交流あるとかではなくて、まあ、そこで繋がって連絡だけあるというだけ。はい、あ、なるほど、なるほど。全然電話もできます。すごいやん。マジっすか。カレスさん、微妙なリアクションしてますけど、大丈夫ですか。全然知ってます、多分。あ、カレスさん。カレスさんもイケメンですよね。めっちゃ男前ですね。めっちゃ男前や、カレスさん。何歳なんですか。え、見えないっすね。え、マジっすか。見えないっすね。イケメンな。ちょっと詐欺師みたいな。ちょっと詐欺師っぽいですけど。やってるんかな、ネットワークビジネスかな、もしかしたら。ということで、わかりました。あの、ピン入れとくんで。はい、わかりました。すいません。ありがとうございます。はい、ということで、2組なんですけど、また綺麗な方で。おいくつなんですか。21です。21? 21と21。あ、どういうつながりなんですか。で、
専門学生の同級生。ああ、シュー友達。専門学生の、あ、ごめんなさい、聞き間違えました。ちょっと耳悪くて。あのですね、ちょっと可愛い方、美人の方なら、タレントさんの電話番号、芸能人有名な人の電話番号、一件は知ってるんじゃないかっていう説で、誰かの電話番号知らないですか？一応 P 入れます。ちゃんと入れます。はい。わぁ。すごい、なんでロッポさんそんなリアクションなんですか？めっちゃ有名じゃないですか？六本木でめっちゃ遊んでるから。俺の知り合いも年末3回、誘われて3回でも断ったっていう、こんなのつでいます。あ、そうなんですか。めちゃめちゃビッグネームじゃないですか。イケメンなんですけどね、なんかね、結構。ねえ、どうだったんですか？マジで？マジで？自分が良ければいい。あ、向こうが？あー、まあ芸能人みんなそんなもんですよ。そんなもんですよ。そんなもんですよ。そんなもんないでしょ。あ、それはそれで普通にやって OK みたいな感じなんですね。2回目はないですか？2回目は会おうって気にならないですか？あった。あ、じゃあ全然いつも誘われたら会うみたいな感じですか？あ、軽いですこいつ。こいつ結構軽めです。結構軽めですよね。それは有名人だから行くんですか？イケメンだから行くんですか？有名人。ああ、こいつ。ます。すぐ行きます。はい。あかんっすよ。わかります。ありがとうございます。はい、ということでまだ渋谷なんですけど、わかりますかね？日付経ってます。やっぱりね、渋谷って年々可愛い子少なくなってるんですよ。そんなことないです。だってもう6時間ぐらいやってやっと3人目でしょ。なかなか可愛い子いないし、渋谷って可愛い子どこ行ったんかな。なんちゃんということで、またすごい可愛い、オーラがちょっとタレントさんかなんかですか？普通一般人の方ですか？一般人の方なんですって。一般人のくせしてマスクと帽子が打てる。でも可愛いオーラがすごい出てるんですけど、そうですね、ほんまに。今日なんですけど、美人なら有名人の電話番号一つは知ってるんじゃないか説っていうのをちょっとやってまして、誰か一つだけピー入れるんで、なんか有名人の人の名前、もし電話番号入ってるのがあればちょっと教えていただきたいんですけど、絶対ちゃんとピー入れるんで。僕さらしたりしないんで。はい。ただ一応電話番号教えてほしい。そういう有名人の誰かいます？この人知ってる、いなければいないでもいいんですけど。ほう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 。あ、あかんですね。聞こえへん聞こえへん。あ、はい、マイクを拾いました。団体名がもうあかん。あ、団体名がもうあかん。ああ。もうそれでわかるでしょ。その団体が全部あかん。もう。あ、そういうことですか。そこから P ですね。結構長尺の P だったと思います。別に電話番号教えてくださいっていうくだりはなかったです、今のは。あ、なるほど。まあ、聞くっちゃ聞くですけどね。よく飲んでるっていうのは。それ飲まれたり、どういうつながりなんですか？飲んだり。あ、そういう、呼ばれて飲んだり。あー、なるほどなるほど。まあ、タレントさんみんなそんな感じなんですけど、実際どうなんですか？なんか態度悪かったりしますか？いや、そんなことないですよ。あ、普通にいい人。普通にいい人です。ねー、ただ友達なんですか？友達は、そこまで仲良しですね。あー、なるほど。まあ、一応電話も交換してるみたいな。なるほどな。もちろん俺より全然有名。まあ、そうですよね。全然有名。自分聞こえてへんかと思うが、それ編集の時びっくりするで。マジですか？まあまあ、よく聞くのは聞くんですけどね、その人たちは。でもその名前聞いたのは初めてですね。へぇ、そうですか。やっぱ美人ですね、ラファさん、いつも。なんか、芸能人興味ないんですか？芸能人に俺興味ない。全く興味ないですよ。いや、興味薄い。どうですか？なるほど、まあ、綺麗に生まれるといいもんですね。え、これって、じゃあ僕が、僕タレントじゃないですか、電話番号教えてくださいって言ったら、それも教えてもらえるもんなんですか？それはできないんですね。それはできない。格が違うんで、先ほど名前いただいたと。あ、そうですか。わかりました。すみません、ありがとうございました。はい、4人目か5人目か。もう上見てください。普通に暗いですよ。暗いですね。なかなかね、可愛い子は渋谷もいないんですよ。全滅したと思います。本当に。ということで、すみません、よろしくお願いします。今日は何ですか？今から何やるんですか？飲みです。あ、ガラ悪い。やっぱり渋谷、見た目で話しあかんな。ということで、また綺麗な方捕まえたんですけど、ね、ちょっと質問なんですけど、有名人、まあ、タレントさんで男性の方、以前の方で連絡先知ってる方いません？1件でも2件でも完全な P 入るので何もないんです。ただ動画で美人な方だったら1件は知ってるんじゃないか説みたいなやつで、そこはもう完全 P です。知ってます？お、何この感じ。リアクション取りにくいんだけど、渋谷のやつ。誰ですか？ここピー入るんで普通に言ってもらって、多分聞こえないんで、ここで拾うぐらいで大丈夫です。おー、めっちゃ。なるほどなるほどなるほど。おー、初
初めて聞く人ですね。はい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 、気まずいぞ。あ、そうですか。ちなみにさ、なんで知ってるんですか。それで、ちなみに一般人の方ですか。一般人です。あ、戦闘能力ゼロの方です。戦闘力ゼロの方は、なぜその戦闘力10万の方は知ってるんですか。飲み会に呼ばれました。あー、そういうやつか。まあ、そのギャラ飲みとは言わないですけど、そういうやつです。あ、まあ、行ったら女の子も知らない方も何人もいてみたいな。あ、なんかちょっとお金持ってさ、いかに持って社長みたいなのがいて、でそのタレントさんがいて。あ、僕がやってるやつですね。僕がよくやってるやつですね。はい、あ、そういう感じ でそこ番号交換して、なんか関係はあったんですか。いや、音やめてください。何が、そういうのなくて、でどういう関係ですか今。連絡だと取るんですか。いや、全然たまに。たまに連絡取るぐらいで。あ、本当にここ P ですか。大丈夫ですか。あ、たまに連絡は取るんですか。あ、そうですか。さらさないんで大丈夫です。安心してください。体の関係ないんですか。ないです。あ、そうですか。で、誘われました。ないですね。ああ、ありがとうございます。はい、ということで、今日一の美人、捕まえました。はい、プライベートでも捕まえます、このまま。カメラオフにした瞬間、本気いたします、これ。今、全然本気じゃないです。5割ぐらいです、力。10万完全落としに行ってます。ということで、すいません、お願いします。これ、ちょっとだけ質問ですけど、美人な方なら、まあ、有名人の方の電話番号一件はしてくるんじゃないか説みたいなちょっとやってまして、はい、で一応、ピー入れるんで、誰かその、ご自身の中でこの人が一番有名っていうのを教えていただき、本当にピー入れます。え、大丈夫ですか。本当に、本当に、はい、本当に、ちょっとチューしていいですか。やめてチューやめてください。むしろどっちがいいですか。じゃあユーマとチューとどっちがいいですか。逆に、はい、選択肢与えます。言います。まあ、それはそうです。今台本合わせようかなと普通に言われた。あ、なるほどなるほど。ちょっと教えてもらっていいですか。本当、一人だけ知ってるんですけど。あ、一人だけ、はい、こんな綺麗でも一人なんですね。そうですね。なるほど。誰ですか。おお。ちょっと待ってください。ええー、なあ、有名人って。ほんまええな。聞こえんがじゃ。テンション上がるわ。タイプやからめっちゃテンション上がるわ。マジっすか。え、それは、はい、体の関係みたいなのもあったりするんですか。あ、それはないです。全然。普通に。どういうお知り合いなんですか。友達が、はい、ちょっと待ってください。ちょっと一回注意して。もう一回答えてるんですか。ないですか。2回でも3回でも言うよ。勝つまでやるよ俺は。あ、ちょっと友達がお知り合いで。あ、そうです。友達が共通の知り合いがあって、はい、でそれでこう何対何みたいな、まあよく飲み会みたいなことで、はい、まあ合コンというか飲み会みたいな、はい、あ、なるほど、めっちゃええなそれで。電話も教えてみたいなこと言われて、はい、連絡は取るんですよ。飲みに行ったりっていうか、なんていうんですか、その後日。後日、はい、でもその後何回か連絡取って、またこう複数人でお会いして、特にそんなに何があったのか。いや、ないんすか。そうないんすか。でも、向こうは誘ってくるでしょ。まあ、でもそんなに全然優しい感じでガツガツもしてくる感じではない。うわ、真摯でした、めちゃめちゃ優しいですか。あ、僕はその10倍優しいですよ。それで言うとね、はい、それで言うとね、本気だしいいですか、優しさの方。本気だし、ビビると思う、爪剥がれると思います。マジですか。逆にね。うわ、そうなんや、そんなになんや。なあ、美人の人、タレントさんも羨ましいし、美人も羨ましいな。そうですか、いやありがとうございました。これ最後締めくくり、最後みんなハグってやってるんで。いや、やってるんです、これ。え、やってるでしょ。やってるやってるでしょ。やってない。構成間違ってない。いや、構成は正しい。大丈夫。大丈夫。オッケー、じゃあいいけど、なし、ハグなし。はい、ハグはなし。なし、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 ハグないけど、ごめんなさい、ハグない、逆にごめんなさい。はい、ということで、すごい美人な方見つけました。はい、今日一じゃないでしょうか。僕の大嫌いな渋谷に。何されてるんですか、今日は渋谷で。え、何何してるの、渋谷で。買い物しに来た。え、渋谷に来る人なんですか。俺、それ聞いたらこんなに仲良くしてない。なんで仲良くできない。いや、近いからね。あ、そうなん、渋谷で買い物来るんですか。来ます。かわいいですね。タピオカ飲みに来るもん。タピオカ、しょうもない。めっちゃしょうもないやん、お前。めっちゃ流行りやん。流行りめっちゃ乗るやん。流行り好き。東京人間。かぶれかぶれ。あ、そうなんですか。いやでもプライベートでこう見るとやっぱ可愛いですね。やったー。なかなかテンション入りますね。ちょっと2割増し愛想笑いが入ってます。普段こんな感じじゃないですけど、さっきさん、今日なんですけど、ちょっとずっと渋谷ロケしてて、すごい可愛い。いや、そうなんですよ、俺人気者で緊張してきた。はい、チューしてやろうか。なんでやめてくれ。
あの美人なら一軒は有名人の電話番号知ってる説っていうのをちょっとやってて、うん、まあ一応聞き入れるんで、うん、その事務所の関係もあると思うんで、うん、有名人の方この一番有名ってのがあればちょっと教えていただいて、うん、それ ありますって入ってるのは入ってる、おー入ってるんや、あるんすか、タレントさん有名人、ガチ ちょっとそれ知っちゃうな、マジ？それいるでしょ。いるよね、いいさん。ガチ。それは名前出したらダメなんでしょ。名前出していいんじゃない？まあ一応こっち判断でいいですけど。うんうんうん、え誰？え有名人？え俺聞いたことない。ある、ある。マジ？おるんや。えちょっとピー入れるからちょっと教えて。マジ？お前可愛いな。いや、なんでやねん、なんでやねん、めっちゃええ感じやろ今の、めっちゃええ感じやろ今の、別にええやろ、なんやろお前その思わせぶりみたいな、お前ちょっとなんか熟練の銀座のお前ホステスみたいな、なんやそれ、うまいからね、うまいですね、うまいですね。え、本当は誰かいるんですか。え、いるけど一番有名かな。ほんまに言ってんの。マジでキスしてやろうか。いやいや、なんなのその携帯。あかん、うん、そう、こんな人見てる中でね、あーあ、えちょっと、ちょっと、言い方間違ってるんですよ、間違ってました、人がなんかできるってこと、こんな人見てる中でね、俺だから渋谷来てる女嫌いね、逆に無理、俺そういうの。目隠しのままこうやって、はい、指さしてこれって言ったやつを絶対買わないとあかん、あこれそれいいですか、これはい、いいですか、結構高いですね、はい、高いですね、結構高いですね、大丈夫ですか